で早速今日は、この動画見ていただいている方の中で、180センチのバーベルシャフトと、あとティーバーロー用のアタッチメントとカラー4つ、2つでもいいし、と、角度変えられるアジャスタブルベンチ、インクラインからデクラインまでできるやつ、今まで使ってたやつを金額設定はあるんですけど、まあ、お渡ししたいと思います。感じのその値段なんですけど、バーベルシャフト、180センチのバーベルシャフトっていうのが、ティーバーローのアタッチメントをつけて4000円。で、ティーバーローのアタッチメントとかいらないっていう場合であれば、もうその時はシャフトだけって言っていただけたらと思います。で、アジャスタブルベンチが3万円。っていうのは冗談で、1000円で大丈夫です。で、このアジャスタブルベンチと180センチのバーベルシャフトとアタッチメント足した金額が4000円。なんで、セットの方が1000円お得です。アジャスタブルベンチの代金が0円ってことになるんで。で、もしね、欲しい方とか、使ってみたい方いたら、概要欄に自分のインスタ載ってるんで、DM からメッセージしていただけたら助かります。で、もう一つ大事なのが、その受け取り方法なんですけど、自分住んでるのが大阪梅田近辺なんですよ。なんで、そこまで車で取りに来ていただける方限定になります。で、もちろんマンションからその車までの搬入っていうのは自分がさせていただくんで、そこら辺はご安心ください。って感じで、もし気になった方とか、購入、まあ、考えてて質問とかいろいろあるなっていう方は、そのインスタの DM でメッセージいただけると助かります。いやー、まあ必要なくなったその、まあ理由としてね、アジャスタブルベンチはちょっとね、ちっちゃめの新しいやつ買ったのと、180センチの、バーベルシャフトっていうのは、まあそのバー使ってスミスマシンでスクワットとかフリーでしようと思ってたんですけど、自分のミスで220センチないと、この重さの横のこのドーナツみたいなとこあるやん。わかる？美味しそうなとこ、丸いとこが支柱っていうか柱に当たるんですよ。なんで、スクワットしたらすぐ当たっちゃう。っていうのが難点っていうか、もう、めっちゃ俺のミスなんですけど、っていうので、まあ打った経緯になります。で、保存状態は一番最初の動画見ていただいたらわかると思うんですけど、アジャスタブルベンチの裏はもう丸っパゲです。丸っパゲなんですけど、不具合とかは全くないです。ネジの不備もないし、今まで3年ぐらい使ってたんですけど、壊れたことは一回もありません。まあきっとね、使ってる人がいいんでしょうね。あとは、その180センチの、バーベルシャフト。この後ろにあるんですけど、それは、使用回数はもう4回ぐらいなんで、ほんとね、なんで買ったって思います。でも元値は2万円ぐらいなんで、それが4000円ぐらいで買えるってなると、5分の1。しかも、傷とか、そういうのは全くありません。なんで、すごいね、お買い得かなと思います。で、あとは、その希望者いたら、一緒にご飯行きましょう。そのまま。せっかくの機会なんで。って感じで、メッセージ待ってます。